庭菜園やってればね、果樹とか庭木のね、剪定することもあると思うんだ。あとは伐採したり。で、そういう時にやっぱりノコギリって必要になるんだけども、まあ、今日おすすめのノコギリを紹介したいなと思って、俺の使ってるのをね、まあ、ご紹介します。おすすめはね、まあ、端的に言えばゴムボーイっていうやつ。メーカー、シルキーゴムボーイって書いてある。メーカーなんだ、シルキーなのかな、ね、見えづらいかもしれないけど、見えるかな、見えてるかな、うん、そうそうそう、ほら、シルキーゴムボーイ210ってやつ。まあ、歯がいろいろあるけども、細めとかさ、中めっつうのがあるけども、210センチ、210ミリ、210センチならすごい長くなっちゃうな。21センチね。210ミリのやつを使ってます。折りたたみ式で、ね、収納しやすくて、で、これ、火入れだかなんかしてあるから、すごく頑丈でさ、ほんと頑丈なの。何年使ってると思うこれ。10年使ってんだよ。で、ここさ、ステンレスじゃないんだよ。これ磁石、くっつく、鉄、なのに錆びないってさ、すごいいいよ、ほんとに。頑丈で、切れ味も落ちないで、ま、さすがにどっかでちょこっとさ、刃が潰れ始めてるけども、まだまだ使えるの、ほんとに。すごく切れ味良くて、コンパクトで、ね。頑丈だから、ね、ちょっとほら、剪定するとき、脚立に乗ってるとさ、バランス崩したりしてもさ、折れ曲がったりしないし、歯も欠けないしでさ、すごくいい。本当に。10年使ってるけども。まだ、これね、歯さすがに欠けてきたら、焼き入れして硬すぎるから、ヤスリの方が削れちゃうらしいんだよね。だから、替え刃が売ってるんで、替え刃に変えれば、まだまだ使える。で、ここゴムの、持ち手がゴムになってるんだけども、大体ゴムのものって時間が経つとさ、ニキニキしてくるっていうんだから、ネバネバしてくるっていう、なんかわかるかな。なんか分解してるんだ感じの。あれが一切ない。今でも全然さ、グリップ抜群。で、本当に使いやすい。このゴムボーイってやつ。本当に。で、これね、まあ、なんだかんだ言ったって道具なんだから、使ってどれだけ切れるのかっていうのを見せてみろという話だと思うんで、まあ、100は一気にしかずで、まあ、切ってみようかなと思います、これ。っていう感じでね、結構切れるのよ、これ。なんでいいかって言えば、やっぱ頑丈なのさ。まあ、8年間、ん ?10 年間か使ってきてさ、木に挟まった状態で、下の脚立がね、ぐらっといって、おっとっていって、ぐいっと、ちょこっと曲がっちゃってるんだよ。わかるかな?ちょこっと曲がってるんだ。本当にちょこっとだけどね。だけども、強いから、本当に頑丈だから、ガシガシね、やれるから早く進む。刃も潰れない、切れ味もいい。うん。いや、本当にね、ノコギリもし新調する、新しく買うっていうんであれば、このゴムボーイ買ってもらえればいいと思う、本当に。これあればね、庭木とか、ね、あとは、俺これでコンパネも切ったし、あと角材とかも全部ガンガン切れる、本当に。木であれば何でも切れちゃうよね、本当。うん、だから本当にね、このゴムボーイっていうので調べて買ってみてもらえればいいと思う。おすすめはこのゴムボーイ。ね。2000円台で買えるから3000円あればとにかくお釣りが来る。インターネットであっても、ホームセンターでもその3000円あれば買えると思うんだ。買えばもそんなに高くないから、まあ買えばだって、家庭菜園だったら買えば一生買わなくてもずっと使えるぐらいのレベルだから、本当にこれおすすめ。なんで俺これ知ったかっていうと、研修先のところの農園家ってところの、まあもうプロ中のプロだよね。の人がこれ使ってて、あ、かっこいいなと思って真似して買ったのが最初だったんだけど、本当にこれは買ってよかった。だからもしノコギリ欲しいっていう人いたら、これを買って、ね、やることをお勧めします。本当にいいものなんで、ね、全然違うよ、本当に。おすすめです、本当にこれは。ぜひ、ノコギリ買うっていう人は、これを買うことを検討してみてください。